鄭州を完全に抑えた蜀軍は宿敵魏を討つべく北進する。攻略目標は漢中。漢の発祥の地ともいえるこの地を抑えることの意義は計り知れない。おのずと蜀軍の士気は高まった。その興奮の中にあって諸葛亮は変わらず穏やかであったが、内に秘める強い意志に月英だけは気づいていた。その大望を果たすため力を尽くしたい。月英は決意を新たにする。兵たちの士気は高いようですね。あとは物資の輸送が円滑に運べば。諸君は点検のうち、兵の負担を心配なさっているのですね。少しでも楽になればと輸送具を開発したのですが、いかがでしょう。月英、あなたは私には過ぎたる妻かもしれません。高祖劉邦は漢中より立った。私もこの地を制し漢中王とならん。宋岐山の敵を一掃し漢の山を壊し、何より戦場全体を掌握する。やっとり
制したぞ。なるほど、この戦場が一望できるようだな。要所の守りは熟達の武人にしかたまらない。